やほまる。今日の句詞。今日短め。今日は1時間です。普通に。昨日はちょっとレッスンの予習があったので、予習とかあったから、早かったけど、今日は1時間できます。こんばんは。やっほー。やったね。ひななさんの生誕ね、今日ひななさんにレッスンで会ったんですよ。そうだから直接おめでとうございますって言えたんです。すごいですよね、当日生誕祭って。なんか夢みたいっていうか、なんかなんて言うんですか、すごい偶然っていうか、すごいですよね当日って。そうよくはん、なんか当日におめでとうございますって言えてめっちゃ嬉しかった。丸くて可愛い、おいありがとう。丸に収まります、収まる。丸と丸をかけちまった。こんばん。そう直に言いました。よかったよかった。チャン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 、R 復活おめでとう。そう R 復活しました。当日生誕はこれ、でもなんか当日もすごいけど、当日じゃなくてもなんか生誕があるだけで嬉しい。握手来た、嬉しい、ありがとう。こんばんは。今日はめっちゃ暑くないですか？わかんない、東京だけかもしれないんですけど、今日東京すっごい暑くてやばかった。めっちゃ暑かった。みんなは大丈夫でしたか？今日レッスン日なんですよね、上も下もダサいんですけど、ダサいっていうか服に罪はないけど、配信にはダサいけど、まあ、T シャツなんかバレないでしょって感じ。うん、今日めっちゃ暑かった。夜とかでもめっちゃ暑い。滑舌良くなった本当？うん、ね、今日はーちゃんに会ったんだけど、はーちゃんとかにも滑舌良くなったねって言われて嬉しかった。あんまりなんかたまにでも近くで話して聞くと、ちょっとこの人滑舌悪いなって言われる、うん、ちょっと割れちゃうけどね。30度もあったんですか？今日はエアコンつけちゃったし、エアコンつけちゃった。今日22の公演の当選発表、お22私出るんですよ。すごい嬉しくて、1ヶ月温めてきたので、公演に出たい気持ちを1ヶ月温めてきたのですっごい楽しみ、超楽しみなんだけど、ジメジメしてますよね。わかる。久しぶりにテロップしようかな。今日メイクしたからテロップしよう、ね、スピンの時テロップしたら来たらね、嫌だから。暑いですよね、めっちゃ。みんなの県とか都道、みんなの都道府県も暑いのかな。そう温めてきたんですよ、公園ってやっと出れるのでめっちゃ嬉しいです。なのでちょっと練習もね頑張ってます。いい感じのメイクありがとう。そう公園ってことはね、この可愛い私のキティちゃんのポーチをね使います。そうレッスンだけどメイクした。なんか結構早く起きたので、今日朝から優雅に朝ごはん食べたんです。めっちゃ美味しかった。梅のおかゆと、あとは梅のおかゆとサバの塩焼きとバナナヨーグルトとバナナジュースとトマトと、それだけかな、それだけ、それ食べた
めっちゃ美味しかった。朝からさ、なんかそんなにさ食べてめっちゃ幸せな朝だったんですよ。うん、明日の朝ごはんはどうしようかなって考えて、バナナ苦手、嘘、バナナ大好き、今日3本も食べちゃったんだけどゴリラかも他にはレトルトやないかい、フリーズドライやーい朝は食、うん、朝洋食派なんですけど、なんか今日気分で和食食べたんですよ。気分、普段はめっちゃパン食べてる、パン族パン族です。パンかな、うーん、パン、そう、バナナ美味しい。明日の朝ごはんはどうしようかな、洋食にするか和食にするか何の相談。もう一個だけフリーズドライのおかゆ買ってて、それがなんかカニ雑炊なんですけど、絶対美味しいじゃないですか。でも梅美味しかったからめっちゃ梅買ったんですよ。梅すぎ、めっちゃ梅買った。なのでまた梅買おうかなとか思ってますね。梅マジで梅嫌いな食べ物ありますか。カブとナスビです。ナスビとカブが大嫌い。超うめかった。何食べました。あのほうれん草とベーコンとかもあるよ。魚焼くとダメージが大きい。あ、確か、あ、でも私焼いてないよ、焼いてないよ、焼いてない。あのチンする魚ですよ。あのセブンイレブンに言ってある、めっちゃ便利だよあれ。焼かなくてもそれなりの本物みたいな魚だから普通に美味しい。セブンイレブン様、レンジで何秒か温めるだけでいいか。料理する、料理もする。あの私の得意なのはあのなんだっけ、折りたたみ傘じゃないわ。私が得意なのは、お味噌汁ですなんで折りたたみ傘って言ったんだろう。お味噌汁が好きです。近くにセブンイレブンないほどかそってるんですか。いやでも大丈夫ですよ。私もセブンとかね、実家とか遠かったから、めっちゃセブン遠かった。めっちゃでもないのかな、結構遠めでした。過疎化、なんか過疎化で習うときに一緒に習う単語、ドーナツ化現象一緒に習った。今日折りたたみ傘を持ってきたからかもしれない。降らなかった、でも今日降りません。最近はファミマに行って、おー、ファミマ、あなたとコンビニ、ファミニーマート、クラスのインテックス、行きま、行きまで終わってる。どっち、素なのか線なのかどっちだろう、気になる。行きま、うん、あられちゃん知ってる、んちゃんちゃ、大阪すごい雨、大丈夫、関西の方は今日は雨なのかな。今日イノシシと遭遇した、あ、ね、いりますよね。いや、私のとこにもいた。車でお母さんと買い物行って帰ってきた時に、結構昔なんですけど、なんか飛び出し注意、飛び出してきた、危なかった、子供かと思ってびっくりしちゃった。もうイノシシだった、引くとこだった。どっちにもさ、ダメージ起こるじゃないですか。イノシシも怪我するし、こっちの車もさ、やばいことになるし、からね、いいことないと思う。明日は東京も夕方から降りそう。おお、降るの、やだな、降らないで。あ、鹿も遭遇した、めっちゃでかい鹿見た。しかも私、角がめっちゃしっかり生えてる鹿と、でめっちゃ怖かったけどね、微動だにしなかったよその鹿。
狸もそう、わかる。狸もね、いるよね。いろんな動物がいる。クマは見たことない。私の住んでるとこにはクマは寝れたことないんだよね。私の地元アライグマだよ。叱られなかった？鹿に叱られ、初見ありがとうございます。でもね、初見じゃないことは分かってる。え、これどう、初見詐欺っていうのはどう対応したらいいのか分かんない。なんで、え、初めましてって知らんふりした方がいいのか、なんか知らないふりをした方が喜ぶのか、それとも、え、本当は知ってるよ、初見じゃないでしょって言った方がいいのか、マニュアルを教えてください。意外とね、分かるんだよ、名前覚えてるから。マニュアルプリーズ。わーん、さあ逃げ。お見通しだよ、本当に。城下町レベルで見えてる。分かった方が嬉しい。オッケー、わかります。初見じゃないでしょ。こら。そこはオネストマンで。私はオネストマンだから。そう、ラップのシーン。城下町は今日も賑やかじゃの。バカ殿様。好きな方でオッケー。了解。そう、町娘。城下町レベル。通報、それはやばい。通報はしない。こんばんは。半年ぶりに覗いた。え、すごい、半年ぶり。いい、すごい、半年前見てくれてありがとう、嬉しい。 Your smile is cute. Thank you. Thank you. Thank you.Thank you. うん、びっくりした。最近おまわりさんに声かけ、補導されません。最近そんなに遅くに帰ってないので、そう、公園帰りとかは危ないけどね。やーやー、サマーウォーズ見たよ。サマーウォーズって何？なんか CM で見た。どういうやつなの？なんか面白そうだった。夏休みって感じ。わあ、もうすぐ夏休みでしょ、学生の方々。年齢してみた、21歳です。イエーイ。いやいやいや、もう夏休みってやばいです。で、見て、めっちゃ髪の毛一本だけ太い人。しかも白いっていう。なんかでも夏休みのなんか修了式のイメージってなんか7月24日って感じ。7月20日が多いんですよね、テレビでしてた。夏休みどうしてた？え、特になりました。あ、部活とかがあった時は部活をずっと、ほぼ部活、うん、部活してる子って夏休みなくないですか？お盆の1日しかなくないですか？まいちゃんがお菓子食べながら配信。え、めっちゃ楽しそう、いいな。大変だ。ワン。
何部水部です。そう1日だ。え1日ってことないか。でもめっちゃちょっとしかなかった。お盆しかなかった。夏休みの登校はなんていう、登校日。今思うとブラックでもさ、なんか部活してる時はさ、なんかブラックとか思わなかったから、ブラックってかないか、普通になんかそれが当たり前だったから平気だったけど、宿題計画的にやる、そうやる方、私計画的派。なんなら夏休み前に終わらせたい派だけど、それは無理だから計画表を作って、これは何日に終わらせる、このワークは何日みたいな決めるのが好きだから、その予定通りに沿って終わらせて、7月には全部終わらせるのが本当に気持ちよかった趣味です。本当に好きなんです、そういうなんかいつまでに終わらせるみたいなのが。偉いとかじゃなくて本当にただ好きなだけです。呼ばれたから来た。いらっしゃい。感想文やし作文得意。うん、なんかさ別にうまくないけど普通に終わらせれてた。そうでも得意とかは得意ではないと思うけど、普通に終わ普通にできてた。楽器はクラリネットをやってました。クラリネットっていうなんか黒い木管楽器です。なんか宿題とか早くやっちゃいたい派なので、貯めるのとか本当に無理だったんで、しっかりしてない、しっかりしてない。自由研究何、え、それが私の学校自由研究なかったんですよね。なんか別に自由研究がなかった、普通に本当に。なんか毎日の日記とかはあったけど、自由研究してくださいっていう宿題がなかったんですよね。呼ばれたキャストもできた、嬉しい。夏休みの宿題終わったことない。嘘でしょ、本当に。ホルンっぽい、え、初めて言われた。ホルンはかっこよくないな。でも本当はトランペットやりたくて、でもなんか間違えたら目立ちそうだからやめた読書感想文、私ね読書感想文であれしたよ、なんか AKB の夏なんだっけ、 AKB48 の方が、あの、のなんだっけ、しおりブックカバーがついてくる夏なんとかみたいなキャンペーンやってて、それでねパレルさんのさ、なんだっけあれ、ブックカバーみたいなのもだった。でそれで読んだんですけど、何読んだか覚えてないっていう夏なんとかみたいなあったんですよ、 AKB とコラボしてるのが。それにした、絶対これにするって思って。何読んだんだろう私。一回もしドラも書いたことあるよ、もしドラ。もしドラ、かおりさんおしめありがとう、嬉しすぎる。もしドラのね、あ、それ夏一、夏一ありがとう。それなんでもしドラに来たかはもうわかるよね。は前田さんが出てたからです。なんか宿題とかいいですよね、なんか学生にしかないから羨ましい。なんかやりたい、なんか計画的に終わらせるって楽しいじゃないですか。だからさ、なんか宿題やりたいないけど私の夏休みの宿題はきっと全国ツアーとかのレッスンの予習が宿題かな。予習しないとついていけないから。今日はそろそろ失礼します。お、またね、また来てね。そう、ツアーとかめっちゃ嬉しいけどレッスンが不安すぎるついていけるか。
なんかさ、1日に1曲とかだったらめっちゃ予習できるけど、1日に10曲とか来たらさ、もうアウトですよね。予習ができない。絶対混ざるよね。風みたい。大丈夫？覚えるの早そう。めっちゃ遅いよ、覚えるの。めっちゃ遅い。覚えるのが遅いっていうか、なんかもうやばい。でも予習していくから、いつもは。だからそこまでやばいことにはならないけど、なんか当日やるやつとかはね、やばい。自由研究はピンボール作って人気も。ああ、知ってる。なんかあれでしょ、パチンコみたいなやつ、パチンコのゲームみたいな。そう、予習大事。予習しないとレッスン壊滅しちゃいます。予習しても壊滅しそうになるから。小島ボート行きました。ありがとう。嬉しい、嬉しすぎます。ありがとうございます。今日はリア充でした。お、リアルに充実してたんですね。いいじゃないの。いいじゃないの。いいじゃないの。滑舌良くなって嬉しい。ブンツルンツンデルダンデラン。お、アニハセオタナンカオリムニだ。これは私のマイクです。ぽよー。さっき日本橋の金魚見てきた。日本橋に金魚がいるんですか。すごい、金魚かわいい。なんか金魚見たら夏って感じする。ツアーでかおりちゃんの花束送るかけど、カード持ってないから送れない。カードって何？クレジットカード？私も持ってない、クレジット。金魚飼ったことある？ない。ナイトアクアリウム、あ、なんか聞いたことあるかも。それ行ってみたいやつだ。今年は夏祭り行けそう。行きたいんですよ。そう、行けたら、なんかレッスンとかうまい具合にさ、なかったりとか、自分に余裕とかがあれば行きたいです。自分に余裕。私ね、レッスンすると余裕なくなる人間なので。検索してみて、したいと思います。押さないでとか言って。ちょっとさ、24日、違う、22日か。22日が楽しみすぎる公演。スイカに塩かける？いい、かけない、かけないです。クレカ持ってない。クレカって何？あ、クレジットカードか。そう、持ってない。花火大会でかおりちゃんにかき氷買ってあげたい人生だ。嬉しい。そんな人生全然だよ。ありがとう。じゃあ買ってください。ちょっとやってみましょう。じゃあ、ねえねえ、かき氷買って。いいよ。じゃあ、ブルーハワイ。じゃあ私も買ってあげるね。何味がいい？コーラ？オッケー。大根役者です。そうです、私が大根役者です。じゃん、見てくれ、髪の毛巻くやつみたい。髪の毛巻くやつ。ブルーハワイ好き。
そう、味全部一緒なんでしょ。メロンじゃないの。私クリームソーダは好きだけどメロンは好きじゃないんです。でもメロン味も普通に食べれるけど。鉄は2回はきつくない。きつくない、全然きつくない。私ね、最強のやつをねやったからね、もう大丈夫。最強なのっていうのはアイドル集中公演を7日連続で出たんですよ。あれ伝説です。私の中の伝説。そう、しかも2回公演も挟んで7日連続だから、すごいね、めっちゃ充実してた。なんかそう楽しかった。ただね、全然いける。俺の誕生日まであと2日、よろしくです。グー。目が痛い。すぐ目痛くなるんですよね。なんでだろう。なんか入った。なんかメイクかな。痛っ。なんか入ってる絶対これ。ストレートかわいい、嬉しい。今なら言えるのに心が叫んでる。22日は誰かの誕生日。はいはい、武藤おじんちゃんです。思い出は絶対12時ぴったりにね、応援じゃないわ、お祝いする。頑張るぞ。お、オンリーワン、オンリーワン。でもね、あれ今日19か、まだまだだった。あれ27日おじんちゃんの誕生日、私本公演があるのか。あ、なるほどね。オンリーワン。虹が出たよ雨上がりの。空紅茶の二人の端の彼方。おーい、塩辛を食べたことありますか。ない、ないですね。かおりちゃんの誕生日もあと104日。104日。なんか地味に長いな。早く来てほしい。誕生日ってワクワクするじゃないですか。なんかお祝いライン来るかなみたいな。そんな来なかったらね、ちょっと悲しいけど待ってるよ。いい筒持ってる。そう、サランラップ、これはマイクにして練習してる。ハムスター飼ったことありますか。あります。ジャンガリアンっていうハムスター飼ってました。ん、ジャンガリアンっていう名前のハムスター。かおりちゃん来た、ありがとう。去年の誕生日ね、あれがあったんだよ、レッツゴー研究生公演。なんか矯正してからね、口笛がうまく吹けなくなった。22歳ツインテールみたい。確かに
22歳になったらなんかツインテールって感じだよね。22ってなんかツインテールの日とかさ言うじゃないですか。音出てる？本当はもっと上手いんだよ。出ない。ツインテール大好き。私ハーフツインテールって言ってもなんかこのツインも好きだけど、あのここのハーフツインテールが好き。これの時写真も出るんだもん。そうすごい。これマイクじゃないよ、ラップのシーンです。ラップちゃんツインテールのいつ、わかんない、いつだ。何の髪が一番似合うのかわからないんだよね。そう、ライオンキングかサマーウォーズどっち見るか迷ってる。決めて、気持ちいいの。じゃあね、サマーウォーズどっちも見たことない、どっちも見たことない。お小遣い何円？お小遣いの年齢じゃないんですよ、もう。そうてかね、学生の時もねお小遣い制じゃなかった。そう、サマーウォーズ見たい。いつのいつのアニメ見てみたい。なんか聞いたことめっちゃあるんですけど見たことない。結構前なんだ。そんな昔なんだ。ユイがハーフツインしてくれないか誘って。あれ、この前の声にしてたましたよね。はーちゃんとお掃除って言ってた。ユイさんのねハーフツインめっちゃ好き。めっちゃ可愛いと思う。めっちゃ好き。ユイさんのハーフツインの写真が欲しい。前髪が長い。で、なんか絶対入ってるんですよね髪。あ、これか、これだ。この前髪が刺さってた。前歯少し左に寄った。ほんと寄った、動いてるのかな、わかんない。治ってきた。まだ治ってない。変な歯。フィッシュボーン知ってる？知ってる知ってる。お魚みたいな髪型でしょ。フィッシュボーン、女の子のハーフツインかな、髪型なんかしてますけど。おーね、可愛いよね、ハーフツイン大好き。昔うさぎさんくくりって言ってた。うさぎさんくくりって呼んでたけど、ハーフツインっていう言い方知らなかったからね、うさぎさんくくりって言ってた。確かにまゆゆさんのイメージだね、ハーフツインって。お似合い。ね、なんかさ、そういうさ髪の呼び名ってありますよね、自分だけの。自分だけ、浴衣に合わせる髪型は何だろう。浴衣、浴衣に合わせる髪型何やろな。なんかポニーテールとかお団子とかサイドポニーテールとか。女の子のファンの方も多いですか。
え、わかんない、比率とかはわかんないけど、女の子も来てくれます。そう、浴衣のヒール使うんだよね。かおりちゃんの配信楽しみにしてます。嬉しい、嬉しすぎる。ここにいてあるのに。浴衣着れる、自分で着れないと思う、多分、わかんないけど。配信まったりで癒される、ありがとう。かみちゃんの配信お金払ってるもん。うん、払わなくていいよ、プレミアム配信。かみちゃんに会いたくて倒れそう。嬉しい、起き上がるんだ、起き上がる。嬉しいね、会えたらいいですよね、早く。ふう、変な顔してみた。ボンゴに参加するしたことない。ちょちょんがちょんAKB4 度なら踊ったことあるから、もう忘れちゃった。手振ってはーい。なんかいつかの浴衣祭りで AKB4 度踊ったんですよ。AKB の中で好きな曲は、あの入る前はセブンティーンと君虹とオンリートデイだったんですけど、入ってからは抱きつこうかっていうオリジナル曲とかが好きです。そう、握手会で太鼓の櫓みたいなとこに登った、すごい覚えてる。なんかね、あの日のね、これ覚えてるんでしょ、なんかなんだっけ、何言ってた、あ、そう、なんかあの何言ってたっけ、あ、そうダンスが好きな曲、ダンスが好きな曲はね、 Be My Baby とか、あと君虹。そう、なんかその時にボンベリしてたんですけど、その時レッツゴー研究生コアのレッスン期間で確か、でなんか朝めっちゃ朝にレッスンがあって、朝一で振り入れして、その後みんなでバスに乗って握手会行って握手してみたいなのがすごい覚えてて楽しかった。孤独なランナーのねレッスンがあったんでしょ確か。そう、なんかそれだけ覚えてるんです。でね、あの時が研究生だったんですけど、なんか研究生でもあの日は髪の毛を巻いてもらえたんですよ。なんか自由になって、髪の毛浴衣だから自由ってことになって、それがめっちゃ嬉しくて、初めて巻いてもらったから、それまではなんか髪とか巻いてもらったことなかったから嬉しかった。リアルに巻いたことなくて、人生で一回も。そうだから、その2017年に初めて巻いた。ルフィの指輪。そう、普段は縛りっていうか、あの研究生の時は公式なんだ、あの壁掛け写真から書いて変えない、ね、髪なんです。ずっと壁下のままだから、そう、昇格したら髪の毛がね自由になるんですよ。あるある。かおりちゃんと話してみたい。嬉しい、話してるじゃん、もうね、ここでね。あー、肩凝った。ってやる？結構気持ちいい、地味に。え、地味に気持ちいい。ヤッホーヤッホー。この辺が凝りそう。
って言いそう。え、よく分かったな。私よくメールとかでパンナコッタって言ってる。前髪の分け目逆に逆？え、待って、いつもはこっちだからこれの逆ってことか。おこんな感じ。ユイディさんと歌いたいユニットは？いい、考えたことなかった。なんだろう、歌いたいユニット、なんだろう、なんだろう、あ、思いつかない、なんだろうね。雰囲気変わる？ハマちゃんと話してくれた。ハマさんですか？ないですね。全然ないかもしれない。お洋服の柄はウサギって予想。でも全然、超カジュアルなやつ。ウサギじゃない。ディーバイス、ディーバイスって何ですか？これですよね。あ、ジーンズのブランド、なるほど。ジーンズの派生ユニットとして T シャツが出てるんだね。うん、D は知ってる、 D は知ってる、 D は知ってはあんま知らなかった。リバイス、君に純力シンパシー。涙袋大きく食べまし、ありがとう。全然だよ、これ全然嫌なんだよ。だって影になってクマになるんだ、ここがすっごいクマみたいになっちゃうんですよ。帰宅しました。おかえりなさい。ご飯にする、それともビールにする？遅れました。こんばんわんこそば、こんばんわんこそば。貫通しそうでしょ、これ。ガン。 UT のジーンズは履く？ UT ってなんや？今年の生誕ティーの構想は決まってる？何も決まってない。え、確かに、どうしよう、何色にし、え、もう1年経ったのかな。え、今年はね、どうしよう、可愛くしようかな。可愛くて普段着にできそうなやつがいいな。あと大きめがいい。あれ、サイズって選べましたっけ？あれ、サイズは私が決めるんじゃないか。どうでしたっけ、サイズは売ってるのか、 SML って。ちょっとわかんないけど、でっかい、もうサイズも私が決めるんだったらでっかめがいいと思います。なんかおっきめがいいよね、やっぱピチピチはやだ。あ、サイズは選択してる。あ、私はサイズ選べないのか、ごめんなさい。あ、なんだ、ワンサイズなんだ。大きめ好き。ちょっと去年は何も考えてなくて、いや考えたんですけど、なんか私服、私服なんていうのかな、
制服には無理じゃないですか、顔が映ってたから。だから顔、なんか聞いたんですよ、あの時あのマネージャーさんになんか顔写真入れるか入れないかどっちのが喜んでくれるかな、くれますかねみたいなことを聞いて、それで顔ついてた方がいいんじゃないみたいになって顔にしたんですよね。そう、なんかさ、記念飾るみたいなやつかなと思ったけど、でも結構みんな普段できてるから、あ、普段着のがいいんかって思った。だから今年は普段着っぽくしたいかなって思います。そう、超顔ねやってた。パジャマできてる。すごい、なんか寝るとき着てる。すごい寝るとき着てる人2人見っけた。いや、なんかすごいな。私のさ、服を夜着てくれ、なんか夜とか限らず着てくれてるのってなんかすごい。なんか嬉しい。すごいことだよね。うどんとそばどっちが好き？どっちも好きです。どっちも好き。かわいい、ありがとう。パジャマーテトライプ。色鉛筆の中で一番好きな色は？色鉛筆の中で？難しい。ピンク。ピンクです。パジャマ。あ、ごめんなさい、落ちちゃった。胸がキュンとしてきた。なぜそれを聞きたいのか気になる。確かに。あ、自分の衣装の色、だからもともとは私ピンクが良くて、でもピンクの子は何人かいたから、あの色鉛筆だから色違う方がいいじゃないですかって。でそういえばクリームソーダが好きだから、クリームソーダ色はどうだろうって思って、なっても私正直緑が好きじゃなくて正直緑あんま好きじゃなかったんですよ。ピンクとか白とかの方が好きで、で、あ、クリームソーダにしようかなと思って、でも緑かって思って、でもそれにしたんですよ。そしたらなんか完成品を衣装さんが見せてくれたら、もう想像の緑と違う可愛さで、なんか可愛い緑だったんですよ。違う、なんていうか緑に失礼なんですけど、違う、なんかめっちゃいい緑だったんですよ。こんな可愛い緑なんですかって思って、すごい今となってはあの色が一番好き、一番好きってか自分の色だから多分みんな一番自分のが好きなんですけど、自分のが一番好きになった。そう、そう、一番可愛いって思った。緑好きなのにショック。違う、好みあるじゃんみんな。その好みじゃなくて、私はそうだから。でも今はあのあんなくみえ私なんかもっとなんかやばい緑かと思ってたんですけど、めっちゃクリームソーダみたいな緑にしてくださってて本当に嬉しかったんです。もうあの衣装大好き、本当にずっと着てたい。似合うもんあれとか言って自分で、違う、似合うんですよあれやっぱり。
違う、色が似合ってる今私何言ってもなんかやばいこと言い出しそう。いや、それパステルみたいな可愛い緑、緑じゃないか、エメラルドグリーン、なんて言うんだろう、クリームソーダ色でいいか、言い方わからんなんですけど、本当に可愛くてめっちゃ大好き、あの衣装。なんかそうやって色を聞いてくださってね、優しいですよね、衣装さん。なんかあの時衣装作れるみたいになってすごい嬉しかったんだよね。すごいいい色だよ、めっちゃお気に入りだもん、あの衣装。20分、本当だ、早い。じゃあランキングをしていきたいと思います。やばい、ニトリちゃうで、ニトリじゃなくて緑。それではランキングをしていきたいと思います。いきます。ドレンピチュ、待って、ランニングちゃうで。それではいきます。第13位は伯爵さんです、ありがとうございます。第12位は水族館さんです、ありがとうございます。第11位はトロさんです、ありがとうございます。第10位は三毛猫アットマーケータンポさんです、ありがとうございます。第9位はひーちゃん連休入ったうれぴーさんです、ありがとうございます。第8位はそらさんです、ありがとうございます。第7位はかずみっちさんです、ありがとうございます。第6位はクレームアンピーさんです、ありがとうございます。第5位はトキタピさんです、ありがとうございます。第4位はユーマさんです、ありがとうございます。第3位はマッシュさんです、ありがとうございます。第2位はハノちゃんさんです、ありがとうございます。そして第1位はコマネコマンニューのじいさんです、ありがとうございます。次はギフトくださった方の名前を読んでいきます。レッツゴー。ひかりちゃん、さとじいさん、はなちゃんさん、クリームアンピーさん、じゅんさん、クリームソーダ協会会長ヨガデスさん、人生じいちゃんさん、たかとしさん、こまねこまにゃのぎいさん、連日の飲み会でグロッキー気味の立花先生さん、ゆうまさん、黒大さん、ふみおさん、やまほうさん、ごうさん、新川寺さん、竹縄ハッシュタグさん、ガッチさん、流星さん、クリームアンピーさん、ふみおさん、たかとしさん、こてかみのあつと、かっこあつとちゃんさん、にーちゃん、連休入ったうれぴーさん、そらさん、水泳しよう坊主ふやまさひかわいの北海道さん、こまねこマニアのじいさん、かずみっちさん、ヘルヤンさん、かわしゅうさん、マッシュさん、よっしーさん、はなちゃんさん、さとじいさん、スーパーのズミ2号さん、新京寺さん、ひつひつさん、WOTW さん、カッツンアットマークランファミさん、レルちゃんさん、やすみチャンネルアットマークニャンチューさん、ホワイトさん、アツシアットマークズンカオシ、久しぶりだけど、活躍良くなったねさん、まさぽんさん、りょうこさんです。ギフトありがとうございます。あ、じゃん。じゃんじゃじゃじゃん。ギップが色がなくなってた。ギフトありがとうございます。嬉しいです。というわけで、今日も私のショールームを見てくれたり、コメントをくれたり、ギフトをくれて本当にありがとうございました。滑り込み。あとは今日もメールを読んでくれたり、いつも劇場や握手会やイベントなどに来てくれたり、
来れなくても応援してくれてる皆さん本当にありがとうございます。あとはなんだろうな、あとは今日もってか誠実の5日間お疲れ様でした。明日も忙しい方は頑張ってください。あと夜勤とかある方頑張ってください。明日もやるよ、毎日やってます、来てね。それでは今日もヤンキーになると夜勤になるか、ヤンキーになるって見た絡まれてるのかな。あ、そう、私はツイッターとインスタグラムと755とショールームやってるので、ぜひ見てください。見てください、ぜひ見たりツイートしてくれたら嬉しいです。ですデスマス、それでは最後に皆さんの占いをしたいと思います。とみんなの下のラッキーゴミはラップの芯だよ。ラップの芯を捨てるといいことがあるので試してみてください。でもちょうどラップがなくならない人はラッキーゴミ占い人の人生っていうか、世界で私一人、見て天狗、見て天狗で、なくならない人はラップの芯って10回唱えるだけで大丈夫なので試してみてください。これ何に使うの、これはマイクに使ってます。いつもってか最近これにした、なんか100均のマイク使ってたんですけど壊れちゃったからね、これをいい感じ、これマイクにして、今僕らは風になるってやってる。それでは今日のショールームはこれでおしまいく。今日も本当に見てくれてありがとう。また明日も見てください。それではバイバーイ。バイバーイ、また見てね。バイ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 、ナンバー2で行こう、早く早く。それではさようなら、バイバイ。じゃあ5秒以内に切ってくださいね、一緒に。もし切らないとね、不幸が起こってしまいますよ考えてないっていう。その不幸はですね、明日ねカーペットの上にねご飯をこぼしますよ、あなたは。5秒以内に切らないと。なので5秒以内に切ってください。プチ不幸でした。ではバイバーイ、ありがとう。じゃあ5秒数えていくよ、せーの、5、4、3、2、1、バイバーイ、ありがとうございました。またね、ポチッ、バイバーイ、本当に切ります、ありがとうございました、さようなら、おやすみなさい。夜勤がある方頑張ってね。バイバイ。じゃ、ポチ。バイバイ。